とうございます。ちょっと素敵な男性との出会いもあるかも。そうそうそう、すっごい仲良くなっちゃいます、周りの人と、うん、結構あのおじい様とかに声をかけられて、うん、お姉ちゃんお姉ちゃんこれってどうなのって、うん、逆に聞かれちゃうんだ、はい、よくコーヒーとかね、いただきます、うん、あ、おごってもらって、ご飯大丈夫とか、うん、私なんかは結構待ち合わせ場所に早く着いちゃった時とかはホールに入って、うん、あの座ってそこでこう楽しい時間を過ごして、うん、仕事場に行ったりとか、うん、用事に行ったりとかして、すごい、そうですね、生活の中で欠かせないですね、うん、本当に楽しいので、うん、アスカちゃんも一人でフラッと ね、ちょっと一人でまずはチャレンジしてみたいと思います、うんうん、だからキャンペーン中にもしかしたら素敵な男性との出会いがあるかも、うん、ね、あるかもよくいると思うので、うん、ぜひあ、ミスター有利だって思ったらお気軽に声をかけていただきたいですね、かけられ待ちなので、うん、衣装もちょっと、はい、こんな感じになってます。そうですね、すごいあのちょっと和風でセクシーな感じで、で、あの、SGIRLの2人は胸元がこうスタッツがついていて、うん、こういうのがこうちょっとロックな感じでもあります、うん、私の方はこうキラキラがついていたりとか、うん、はい、すごいなんかおめでたい感じでゴージャスですね、うん、一番のポイントを見てほしいなっていうのが、なんか見え隠れする感じなんですけど、やっぱりこのスタッツが、うんうん、あのなんだろうな、ポイントです、やっぱり、うんうん、可愛いよね、ちょっとドキッとする感じで、うんうん、はい、アピールしたいです。理事長さんの言葉で、このパチスロっていうのは日本にしかないっておっしゃってたので、うん、やっぱりこの日本らしい和風の衣装、うんうん、こちらも見ていただきたいですね、うんうん、本当になかなか着る機会がないので嬉しいですね。で、私に関してはあのなんだろう、足元はあえて見せずに、ここだけの露出になるんですけれども、結構私私服でも足出して胸出してって結構露出する洋服が多いんですね。なので意外とこう隠してるエロスというか、隠してるセクシーさがちょうどここのラインが強調されると思うので、胸元とあとうなじですね、うなじの部分とかが、はい、お気に入りなので、ゆうりさん歩いてる時の後ろ姿のお尻がすごいセクシーなんですよ私もそれだと思ってた今29歳なんですけれども、全然お尻がやっぱり大きくなってきまして、こう大人の大人のお尻というか、そこのラインが結構出るように作っていただいて、お尻も見ていただきたい。胸元とかお尻とかガンガン見ちゃって大丈夫ですか？もうガンガン見てほしいですそれこそね、目押しをする時のように集中して狙っていただいて